はい、北野です。今日はですね、6ヶ月間で1万フォロワー達成したみーこさんから学ぶ、実際にインスタグラムのプロフィール文で何が重要なのかって、その具体的なポイントで話していきます。インスタグラムで一番重要になるのは、まず最初、アイコンとプロフィールというふうに言われています。まあ、アイコンはね、ご自身の顔だったりとか、もしくは顔写真の場合は、まあ、似顔絵でもいいんですが、基本的にこのプロフィール文っていうのがめちゃめちゃ重要になってきます。多くの場合っていうのは、このアカウントフォローするかしないか、フォロワーの人は考えるわけですけども、最初にプロフィール文見て、アイコン見て、このアカウントフォローすべきかしないかっていうのを0コマ何秒って決めてるんですよね。だから7割以上の人っていうのはもうプロフィールまで見てすぐ離脱するって言われるぐらいですね、このプロフィール文っていうのが非常に重要です。逆に投稿まで見ずに、もう基本的にプロフィールで第一印象をお客さん判断してしまうということがありますと。じゃあそこでどういうふうなポイントをね、まあ、書けばいいのかっていう話なんですけども、実際にですね、まあ、3つポイントがありますと。で、まず1個目っていうのが、自分は何の専門家なのかをはっきりと分かりやすく書く。まあ、みーこさんもやったら、インスタ在宅ワーク支援をしている、起業家ですよ、講師の方ですよっていう、まあ、コンストを打ち出してるわけなんですけども、で、自立したいママのためのってことですね。皆さんの場合とかであれば、まあ、テンプレートとしては、〇〇に悩む人のための〇〇の専門家、例えば、美脚に悩む人のためのホストリー美脚アーシの専門家だったりとか、集客に悩む起業家のための SNS の専門家だったりとか、まあ、そういったね、コンストを分かりやすく書くっていうのがすごい重要になります。で、2つ目が、権威性自己紹介っていうところですね。で、やっぱり人っていうのは、権威性、あ、この人すげえって思ってもらわないと、やっぱこのアカウントフォローしようってやっぱならないので、だからみーこさんはやったらヨガ講師からコロナ廃業を経て、そこから起業してノマド社長になりましたよとか、まあ、簡単な自分の自己紹介とかですね、まあ、それがものすごいえげつない経歴がないといけないかといえばそうではなくて、例えば、私は何年かこの物事について研究をしてきましたよであったりとか、何ヶ月で何キロダイエット成功したとかね、まあ、ダイエット系の人とかであればね、まあ、できればまあ数字も出せるんであればまあ出した方がいいし、まあ、数字が出せない場合は自分の経歴ですね、簡単な経歴を簡単に書くと。で、経歴もですね、全部書きすぎるのは良くなくて、まあ、こんぐらいシンプルな感じがいいですね。で、3つ目は重いミッションということで、このアカウントに何を伝えたいのかっていうところですね。っていうところで、まあ、実際に経済的に誰にも依然せず、自立したいママさんがインスタグラムの運用代行という仕事を通じて雇用を生み出す、そういったミッションで私は情報発信していますとか、そういった自分なりの大義名分なんですよね。これがあるのとないのでは、やっぱりですね、お客さんにやっぱ刺さる、気持ちであったりとかですね、記憶に残りにくいっていうのがありますので、これはしっかりとね、価値観っていうのを発信していくことによって、あ、この人はこういう思いで情報発信してるんだっていうのをですね、伝えていくことが、まずね、お客さんファンにしていくための第一歩ということになります。ポイントは全体的にシンプルで箇条書き、まあ、長くても大体まあ3行、4行、まあ、長くても5行ぐらいのね、長さで、これぐらいの文字数がいいかなと思います。逆に横に、ね、長すぎず羅列して書いてる人もいるんですけど、読みづらいんで、まあ、縦型でいいでしょうと。で、最後はね、まあ、こういうふうにプレゼントつけて、まあ、マニュアル PDF 動画もしかそういうのつけて、まあ、ここで LINE リンクですね、まあ、ご主人の公式 LINE アカウント、まあ、メールマガの人だったらメールマガのリンクを貼るっていうのを忘れなくっていう形で、まあ、プレゼント欲しい場合はこっちから LINE 登録してっていう形でリストを取っていくというような流れになります。はい、ということでね、今回の動画、まあ、少しでも、ね、気づきがあったよう参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントをゲットしてみてください。